全部緑はなかなかありませんからね、大変ですよ。あ、どっちがいい、どっち行きたい、さあ2択どっちが行きたい、こっち、よし、緑地に行ってみよう、うん、緑地って意味わかる、欲しいよ、緑の地だから、つまりここには緑しかありません。灰色？灰色はわかんない。あ、バッタいるよ、この中。さあ、誰が一番早く見つけるか。うん、絶対いるから。ピョンって飛ぶよ、どっか。か？かいないけどな。森の中に入ったあの音、あの音ひどかったね、すごく寄ってきたね、蚊がね、あの時あ、石、石ここに登ってもいいよ、やってみる、知ってるじゃん、ここなら登っても大丈夫な、高さ汚い、これ石田三成が登ったところ、だから石田三成、だからここはいい石ですよ、三成くんですからね、だから遊具も何もないの、遊具、なんかこれなんだ、なんかあっこあるぞ、野球場、野球場、あ、もっとまっすぐじゃない、もっとまっすぐのところなんかあると思う、まだ夏だね、これ進まれてるじゃん、うわ、あー、これやっぱ上だ、斜めがいいんですね、見て、ほら向こうで、うん、あとさ、こっち、骨骨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 、これ多分景色じゃない、これ見てんだって、こんな感じで上にさ開けてるから、あ、見晴らし広場、やっぱここだ、見晴らしがいいって、こう、これだから高尾山と一緒よ、これ高尾山行ったでしょ、ジョンゴードパン屋と、そしたらこれはね上から見晴らせるよ、町が一望できます。できます。よかろう。あとで。でもあとで滑りじゃないですかって。さあ、これ見えるかな？見晴らし広場。あ、バットの音聞こえた。結構いるじゃん。あ、いたじゃん。あれ今どこいなかった、どこ飛んだぞ今、ピョンって、あれ思ったよりも見えないな、もっとねスコーンって開けるかなと思って、一応見えるけどね、じゃああっち行こう、あ、隠れがね、確かに